まあでもそれ入れたサイズ選手が素晴らしいですよね、うん、じゃあここで大阪はね、おーっと奪った、東京は走りたい、走り切りましたが落ちてロスターがフォローです。そして安藤浮かせてフォローはサイズです。サイズ落ちて、あ、最後はロスター、ロスター対ブラウン、ロスターフェイダウェイ決めた。これね、これも苦しみますよね、安藤対ゴーダ、うん、ロスター踏み込んで決めた。さあアウトナンバーに今は状態つくなるか、はいはい、ここ守ればリードして4クォーターに入れます。ズレを作ってロスターだー、 M1 ただその分前が空いたか、こぼれた、あ、決めた、ロスターじゃないですか今、そうですね、逆サイドへロスターが空いていた、落ちるサイズのオフェンスリバウンド、安藤からロスター、ロスター、ロスター、エワー、これ攻めていいですよ、うん、おっと、ロスターが手を出した、飛び込みました、まあ、ロスターが俺がつくとって言って意味が分かりましたよね、ドリブル狙ったんですね、なるほど、ゴールでしたね、今素晴らしい、ロスター、外で、スリーはどうだ、これは来ない、しかしロスターのフットバック、ここでオフィシャルタイムアウト、そしてローテ、空いた、オサカベスリーポイント、触れてロスターのオフェンスリバウンド、ロスターです、ボールはボヤルキムです、大阪部ダブルチーム、ボヤルキムから安藤、そしてロスターだー、3つ目のタイムアウト大阪。